はい、こんにちは、こんばんは。今回はエニーキットだったんですかね。NTS500 っていうね、内視鏡ファイバーカメラっていうのをちょっと入手していましたんで、それを紹介したいと思います。意外と、便利そうな感じでした。まあ、皆さん大好きな、メイドインチャイナでございます。まあね、チャイナじゃないとね、この2万円ぐらいで買えないですからね。同梱されているものはこんな感じですね。なんか3メーターぐらいまで、いけるみたいです。まあ、マイクロ USB のアタッチメントと説明書と本体。まあ、シンプルですね。いじれるようにしかいじれません。下電源でオンにします。で、設定画面。設定画面いきますね。まあ、大してね、設定するものはほとんどないんですけど、まあ、解像度は、いじれません。次に、ね、YouTube にこう合わせてるんですかね、 1920×1080 って。で次、日付、これオフにすればよかったですね。オープンにしたままにしたら、ちょっとダサかったです。シャッター音、まあ、写真撮ることないんで、まあこれもどうでもいいですね。まあ、設定することはほとんど、基本的にはないです。まあ、自動遮断、あとは言語、日付、まあ、フォーマット、あとデフォルト、バージョンって感じですね。基本的には、そんなにいじることはないです。まあ、説明ぐらいですかね。で、使い勝手はね、こんな感じです。これね、デュアルカメラなんですよ。正面のカメラと、横のカメラがある感じですね。なかなかね、いい解像度で、なんか撮れる印象はありました。もうちょっとね、僕もうザラザラで結構がっかりなんじゃないかななんて思ったんですけどね。結構いい感じです。CMS 坊やくんもね、こんな感じで撮れますんで。どうですか皆さん。結構よく撮れてると思いません？こんな感じです。ね。なんか結構ホワイトバランスとかもね、いいんじゃないかななんて思います。まあ、時代の進歩を感じます。で、ここにボタンがありまして、差し込みのとこにポッチが。で、そうすると、LED 光ってる方がカメラに切り替わりますんで、今度、横方向っていうんですか。で、撮ることができます。カメラの長さのね、問題で、要は、入らないとこもあるじゃないですか。こういう風にね、横方向も撮れるんで、デュアルカメラ、すごい便利じゃないかなと、僕は思って、これにしました。なかなかね、本体の見た目の質感も結構いいですしね。で、カメラモードと、録画モードに押して、で、ここで切り替えたりして、で、録画ここですね。録画ここです。そうすると左下が赤くなって、録画が今、始まってる状態ですね。っていう感じです。まあ、ちょっとデメリットとしては、録画をしながらカメラを切り替えることがね、できないっていう感じです。一回録画を止めてからしないと、電源がバツンってね、落ちるんですよね。カメラありませんみたいな。そうなんで、モニター切り替えたいときは一回録画を止めてから、切り替えるって感じですね。であとは、LED 照明ありなしがまずありまして、で、弱中強があるんですけど、あんまりその明るさの違いはびっくりするぐらい変わらなかったですね。ちょっと弱くなるかなぐらいな感じです。で、先っぽがですね、これ細い方と太い方を売ってまして、僕買ったのはこの 5.5π の方ですね。細いです。プラグホールから、入れることは全然可能です。で、長さが 40mm ぐらいですね。だからこの 40mm 以上は、首振れないっていう感じですね。では、WR のですね、ちょっとタンクの中を確認していきます。なんかサビが入って汚れてるんじゃないかって言われてですね。で、コーティングされてるんで、コーティング屋さん出すとやっぱ嫌がられちゃうんですよね。そんな一回してあるのできないよみたいな感じで。で、とりあえずこれがあれば安心かなと思い購入した次第でございます。まずはですね、燃料カップのところから入れていきます。これ燃料キャップの縁ですね。まあ、なかなか、コーティングがちょっとうまくいってないのか、デロンデロンになっているような感じですね。すいません、ちょっと手ぶれが激しくてですね。まあ、若干錆びてますけど、ボロボロ落ちてくるぐらいひどい感じじゃなさそうなので、まあ、これぐらいだったらちょっと様子見るしかないですかね。様子見るしかないっていうか、まあもう使用できるかできないかの判断しか今回ね、ちょっとできないんで。で、今、キャップ側の、天井を見てます。キャップ側の天井を見てます。すいません。これ結構手ぶれがだるいですね。こんな感じですね。なんか思っ
ったよりひどくなかったです。思ったよりひどくなかったです。天井ね、こんな感じです。こういうのやっぱり目視でちょっと見れるといいですよね。安心します。ちょっと剥がれてきてるところもありますけどね、こんな感じですね。カスタードクリームみたいにちょっとなっちゃってますけどね、こんな感じでございます。コーティングされてるところとやっぱされてないところ、まあ無理ですよね。タンクの形状的にね、中に仕切り板とか入ってたりとかお部屋があったりするんで、やっぱりね、ある程度粘性が高いものはちょっと難しいですよね。なんかミスト状のものでね、ふわーっていってコーティングできるものとかね、販売されたらいいのにななんて思っちゃいますけど、そんな感じです。で今度、フューエルキャップから下方向、だからタンクの底をね、に向かってちょっと見ていきたいと思います。多少やっぱり剥離してるところは、出てる感じですね。でもその下は結構ですね、もう悪いんですけど、そんなにびっくりするほどひどい状態じゃないんで、まあいいかなと。この中にね、ぼっこりしてるのはエアクリーナーボックスの逃げですね。エアクリーナーボックスの逃げです。なんか昔これエアクリーナーボックスの逃げを取って大容量タンクとか作ったりしましたよね。でこれブリーザーのとこですね。ブリーザーの穴から入れてみました。まあ、ちょっと汚いですけど、まあこんなもんかなっていう感じはしますね。なんか端っこにね、なんかミルワームみたいなね、カスがいましたけど、ちょっと後で私取っときます。でフューエルコック、フューエルコックからちょっと上に向かって撮ってみますね。こんな感じです。まあ大体どっから撮った絵も一緒ですね。あの燃料センサー側の方は意外と綺麗にコーティングされてますね。結構安心かと思います。まあちょっとペリペリペリってきてるところもありますけど、タンクの外側がね綺麗なんで、使えるんだったら使った方がいいかなという感じでございます。これはどこのお部屋なんですかね。中に仕切りがあってですね、多分燃料キャップのとこですかね、のとこのお部屋ですね。まあちょっとペリペリきてますけど、こんな感じです。今度燃料センサー側から下に向かってちょっと撮ってみます。ここ今映ってるのはタンクの前方ですね。ブリーザーとかがある周辺ですね。まあ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 、思った以上に綺麗でした。綺麗でした。ちょっとねペリペリきてるとことかサビがある部分ありますけど、まあ問題なさそうですね。問題なさそうです。結構ねこのコーティングだとこの変な突起が2個出てるんじゃないですか。ここが塞がっちゃうとまずいんで、ここはちょっと後で導通確認しておいた方が良さそうですね。で燃料センサーから、横カメラで、上面を今確認してますね。こんな感じ。まあ、この辺はね、綺麗にコーティングされてますので、あの使用には、耐えれる状況ではないかなという判断をしました。まあ、こういうのあるともうすごい便利ですね。やっぱりなんかね、時代が進んだなっていう感じは正直いたしましたよ。なんかね、当時、まあ20世紀とかなんて内視鏡カメラなんつったらね、むちゃくちゃ太かったでしょうしね。まあ、こんなデジタルでね、録画もできなかったでしょうから、編集も難しかったでしょうしね。まあ、あと LED みたいな照明もね、あんまなかったでしょうから、こう考えていくといい時代になりましたよね。まあ、いろいろ用途はこの先広いなぁなんてちょっと思いました。今回はこんな感じです。よろしくお願いいたします。